季はまだ連勝がない川崎フロンターレ、前節は仙台に 2-0 の勝利、今日勝てば今季初の連勝ということになります。またヴァンフォーレ甲府は2連勝中、今日勝てば J1 3連勝です。モリアからのボールはリマが対応しました。ハイネル、ハイネル仕掛ける、仕掛けてのクロス、面白い、ニアには小林優でした。おっと小林優トラップからシュートを正面でした。今のも早かったですね、胸で止めてからのシュートまでね。中村健吾からのところはブロックは小倉、そして堀米、縦のウィルソンへ、ウィルソン対なら1対1、ウィルソン縦に持っていく、そしてシュートだ、キーパーサッター、ジョンソン・リョンセーブ、そしてコーナーです。甲府狙い通りですね。兵道からファイルボール、ウィルソン、ゴールキックです。いいボール蹴りますね兵道ね。ニアへのヘディングシュート、枠を叩いた。ニアでハイネル、ファーでは谷口が詰めてました。そして遠目からのシュートですが、ここは枠を捉えることはできませんでした。ニアサイド、これエドワルドネットですか。いや、ハイネルですね、はい、あ、ポストでした。谷口のシュート、よく足伸ばしましたけどね、谷口ね。そしてリマが運んでいきます。リマからスペースにボールを出して、ここにデデ、デデ運ぶ、中1枚だけ切り返してクロス、さあトラップして、ここから、ま、あ、松橋のシュートですが体を張りました。谷口です。ロマすぐ立ち上がりました谷口。あ、ドゥドゥスピード見せましたね、はい、縦のスピード切り返し、完全に相手の逆つきましたからね。ドアルドネットは一旦上り立て、縦に仕掛けた、さあ中4枚入っている水色のユニフォーム、ゴールキックです。サイドネット、いい仕掛けでしたけどね。よしよし、ドリブルで中に行く、ちょっと長くなって、ここは荒い、あ、そして小倉に入れる、そしてドゥドゥ、ドゥドゥ前を向いた、そして余っている、さあないですよ、オフサイドライン、持ち出していって、どうかな、シュート、ゴール、川本決めた。アディショナルタイムに入ったばかりというようなところでの得点です。いや、見事なカウンターですね、まあ、ドゥドゥがね、2人相手にうまく入れ替わりましたよ、はい、体うまく使いながらね、最後のラストパスも見事でしたし、昨シーズン、今シーズンは得点がありませんでした。おっと、おっと、食いついた、まあ、前節も終盤ミドルを止めていた岡ですけれども、ここもまたアイネルのミドルを止めました。さあ追いかけるファールですが、飛びかけます、コーナーキックからヘディングシュート、決まった、セットプレーで逆の展開あると思いましたけど、川崎が決めて甲府がセットプレーでやられるとちょっと思わなかったですね。そして今度はハイネル、その前には強度がつく、おっとかわした、場内枠、そして右サイド三好に出して中3枚クロスが入る、あっ、あっ、あっ、そしてここで長い笛が吹かれました。結局は1対1、91分に甲府が先制しましたが、93分川崎追いついての引き分けという結果に、福田さん、なりました。最後にすごい展開になりましたね、うん。